僕、足立アスムは屋久島に向かうフェリーで不思議な男の人に出会った。その人の名は響。その響さんと森の中で偶然再会した僕は、そこで大変なものを見てしまう。今、僕の目の前には鬼がいる。もっと優しく接しないとな。早くここを離れようか。とにかく山を降りた方がいいな。で、ここまでは中さんの車で。ああ、この車調子悪いな。っていうか演奏ですよね。詳しいな、少年。母がタクシーの運転手してるもんで。ああ、そう。ペーパーですか？ちょっと、あんまり見ないでくれる？さあ、ちょっと話があるんですけど。アスムが高校に向かってやっちゅうが。ただいま。あ、ちょっと。アスムちょっと何してんの、こんな遅く。地図ちゃん、お兄さん大変だ。地図ちゃん、どうした？何があったの、アスム。ご迷惑おかけしただち。びっくりしたとこやすむ。なん、どうしたの？あのフェリーで来たって伺いましたけど、どちらから？東京です。今回もね、東京に来てますか？ねえ、東京のどの辺？下町の方なんですよ。うん、下町？俺も下町だよ。葛飾柴又なんですけど。偶然、俺も柴又。ねえ、柴又のどの辺？5丁目です。俺？ってことは東柴又中学校。なんで知ってるんですか？地元だからそれぐらいわかりますよ。俺はね、6丁目です。じゃあもう目と鼻の先って感じですよ。ね、バス停で言うとね、2つぐらいか。3つだよね。そうですね。そんな感じですよ。とにかく近所であることはもう間違いないです。これだけ待っても帰ってこないのだから。あなたの父君はお兄さんに殺されてしまったんじゃないかと思うよ。とにかく
く夜が明けたらここを出ましょう。あのね、襲われたのは女と子供。女？レディーと子供だから。だからおそらく奴らを育ててるのは土蜘蛛だな。土蜘蛛が？バチで倒せる相手なのは幸いだな。でもバチの片方は。ああ大丈夫大丈夫、あの霊木が手に入ったから。それに土蜘蛛は夜はあんまり動かないし、朝まで直せばなんとかなるだろう。まあ、とにかくあの奴らを退治してから帰るから、あの戻りは少し遅くなると思うよ。さあ行きましょう。やっぱり私がついてくんだったよ。それも話が取り過ぎだと思うんだけど。そんなことよりさ、出るはずのないあんな南の方に奴らが出たことの方が問題でしょう。最近よくありすぎってこと？父さんがわざわざ吉野に行ったのも大げさとは言えなくなってきた気がしますね。すみません、帰ってご迷惑をおかけしちゃって。いや、鬼？いや、いやだもん。いやもう、あすむちゃん、いつの間にそんな妄想家になっちゃったの？あ、いやいやいや、お母さんそんな悪い意味で言ってるんじゃないんだからね。そういうことも一つの才能だってちゃんと思ってるからね。響さん、ありがとうございました。野暮用ができましたのでおいとまします。眠れなかったのか。はい。響さんって普段何やってるんですか？ああ、人助けってとこかな。いやね、初めからそういうことを考えてたわけじゃないんだけど、まあだんだん板についてきたって感じかな。響さん。うん？響さんはどう思ってます？帰りの車の中で僕が話したこと。なかなか答えづらいな。よいしょ。自分を信じること、それが自分が自分らしくあるための第一歩なんじゃないかな。そろそろ行きましょうか。それと地図を持ってればもう山の中で迷ったりしないと思うよ。あの、さてと今日は島の南側でも攻めっかな。お母さんによろしく言っといてな。出会いがある。
とにかく島の北側パスで南の方だけを回るってことで。どうじゃ。お越しくださいました。俺は響きだから。
走れ。鍛えてるんです。
まるで透明になったみたい、全部自分をすり抜けていく、そんな風に感じてたのかい。吉野の会見は随分長引いたね。今年は忙しくなるってことなんじゃないですか。今日さ、なんか響さんに会っちゃってさ。どうで城南の壁、私たち受かるよね。落ちるよその子、試験に。やまびこは俺的には4匹目ですね。みんながみんな響さんみたいに強くないんだから。三の巻落ちる声。